口ゆかでーす。いい天気ですね。江口さん、前回のロケはどうでしたか？楽しかったいがー使っていきましょうね。今回江口さんにお散歩していただくのは上福岡。上福岡ー、初めて来たぜ。東武東上線上福岡、なんと九州へやってまいりました。予算がたくさんあって九州、初九州、ありがとうございます。埼玉県富士見野市上福岡、東武東上線が走る川越駅から2つ離れたところにある駅。そして恒例のお小遣いもお渡しします。ありがとうございます。いくら入ってるかな。これなんか千円札が変な感じになってるけど、これいいですか？早い段階で見つけちゃったよ。まあ上福岡バージョンですね。じゃあ今日も愉快なお散歩、いくいく、イエーイ。井口ゆかがなんとなく聞いたことがあるけれどなかなか行かないスポットを愉快に訪れる、井口ゆかの愉快なお散歩。天気なのはいいんですけど、風が強くてね、ボワボワです。上福岡だけど銀座メガネ。商店街に入り、早速見つけたクレーンゲーム。幸先のいいスタートを切るべく挑戦するも、引きの弱い井口さん、すべて外れ。はい、外れ。外れです。はい、外れ。ね。で、次が。はい、外れ。はい、外れ。残念でしたね。イエイ。ねえ、いろいろありますけども。あ、八雲神社。神社があるんですね。へえ。神社。行く行く行ってみよう。八雲神社、商店街の中にひっそり佇む小さな神社。お参り、あれ、お賽銭入れるとこがない。お賽銭を入れ、鈴を鳴らす、軽くお辞儀をする。お賽銭は小窓より。マジか、初めて聞いた。あ、なるほど、本当だ、中にある。お金が貯まりますように。いや、ロケがうまくいきますように。拍手、手を2回お祈り。よし、できた。あ、はあ、鈴を鳴らすタイミング、どこだったっけ。お金入れた次だった。ギャー。お参りも済ませましたし、お参りを済ませたらお腹が空いてきましたね。お、おうどん屋さんだ、美味しそう。あ、売ってる。どう、調子いい？発注いい、職人や。うちも昔年越しそばは売ってたんですけどね。ずっとこうやってる手打ちうどんが食べれるんですかね。食べに行く行く。 お邪魔しますよ、お兄さん。次回、愉快に絶品手打ちうどんを食す。美味しいです。